はい、こんにちは、ソルウィンです。行きましょい。ギヨンデ全国大戦しちゃうよ。アフロージジキヨ、なんだこのタイトル。というわけで行きます。ちなみにこの動画めちゃくちゃひどいですよ。ある意味参考になるかもしれないけど、ひどいです。参考にはならない、ならないです。いや、やっぱならないです。というわけでですね、私がディオンで相手の方が桃園でって、お互い昇格戦ですね。これは胸熱なんですけど、これね、試合展開がすごいすごいです。次に勝利を、みんな勇気をくれ。まあ確かに相手の方が開幕前出しで来るっていうのは分かってはいたんですけど、これね、殴り合いが始まります。お城の殴り合い。ただ私が地上剣士がついてるんですよ。地上剣士ね。相手の方は縄文殺かな。とりあえずこれはもうで、相手の方はもうガン攻めてきましたね。はい、工場部隊が2対3ですね。こっちが2で相手の方が3体で、これで相手の方絶対造園か、もしくはバティちゃん開幕で叩いてくるんだろうなって思ってたんで、孫昌光だけ倒したいんですけど、孫昌光やっぱうまく逃がしてきますね、相手の方は。で一発入っていきますが、双方、今あれか、外れちゃったんだ。まあでもどっちみち何発か絶対入りますね。これですよね。はい、いただきましたね。噴撃の号令でございまして、これ回復量今どのぐらいなんだろうね。4割5割ぐらい、4割ぐらいかな。でこれ相手の方のバッチャンは仕事を終えたんで工場を止めに来ましたね。今完全に私はリードを私の方が取ってるんですが、私の計略じゃないや、奥義がサイズなんで、ここは槍出しに行きます。ちょっと朝出しできてないですけど、まあまあ十分でしょう。殴り合いが発生します。これは今私がリード取られました。でしかも内乱が取られちゃいそうですが、これはなんとか内乱もカウンで止めたいところですが、止められるんでしょうか。相手の方が対し、バティちゃん落としましたよね今ね。すごい殴り合い。でここで相手の方が超砲撃ってくると、私もね、当時の鉄壁とか撃つか悩んだんですけど、ここはむしろ部の方向を打ちたいと思ってたんですけど、で結構やばいですよねこれね。部の方向間に合うかどうか。間に合いました。恩義と大使のため、一応今リード取りましたね。なんでしょうねこの試合は。で私囲撃って城戻しちゃったんだよね。あ、やっべーとか言いながらやってますけど、とか言ってたらなんとか。誰が一番強いか分かっただろ。この試合よ、なんですかねこれは。これ危なかったですね。これ落とせなかったら負けてましたねこれ完全に。反省会しますか。反省会。まあ、正直動画化したことが反省会な気がしなくもないですけど、一応ちょっとね、どんな動きだったか自分で見直したかったんですよね。なので、動画購入をすることにしました。結構まあこの桃園、4枚桃園を使われてる方なのかな、おそらく。でもこの方もあれですね、よく見たら戦績的には私と一緒で復帰勢みたいな感じなんですかね。なるほど。全然私より回数多いけど全国。私今回言うほどやってないよね、確かに。やれてないというか。まあこれからね、ガツガツやっていきますよ、またね。で、お互い昇格戦というわけでね。これね、どこが、まあ、でも結構、加工撃機は内乱、カーン一人で守って加工撃機、いやでもな、加工撃機当ててた時間結構重要だと思うんですよね。いやでもそしたら一人ぐらい釣れたかな。内乱一発先もらっちゃいましたもんね。でこっちが内乱入れられてればまた違うゲームになってたか。あとはやっぱその孫昌光だけ優先的に倒しちゃうっていうのがありだったかもしれないですね。まあ一応守りはね、城使いながらやれるんで、変に撤退とかさせなければ。ただ3枚に対して2枚でローテってのはまあ無理なんで。今なんか総称動かなかった。動かしてる私。結構工場ラインでカードを動かすってあんまり良くないです。
あ、今来てたばかりで、朝出しがやっぱりまだ未だに下手くそで、朝出しです。これはあれですよね、本当に一人でも倒したのが正解でしたね。明らかにバキちゃんの回復が始まるっていうのが見えたんで、これはね、失敗ですね。確かうまく連突して倒しちゃうとか、まあ、ここで2部隊ともしっかりまだ戻せるだけマシですね。片方でも撤退しちゃうと結構大変でしたからね。これあれですね、宗神の方がちょっと深いんですね。まあ朝出し狙いすぎて工場入ってないとか言ったらそれこそギャグじゃなかった。ギリギリでしたね。もう朝出ししてればもっと早く出る。これいっそもうあれですね、まあ、正直守りで一応式使いたいと思ってたんで、正直こんなに早く終わると思ってなかったっす。でもここいっそ宗神がもう鉄壁打っちゃって武力14でバキちゃんちゃちゃ倒して工場取った方が早かったかもしれないですね。ちょっと声ガラガラですけど、ここ甘いのが宗神がすぐ工場ライン入ってないんですよ。実はこれ思い出したように、あ、やっべっつって戻したんですよね。これあいいです。あでも、まあ、ほぼ一応バキちゃんと乱戦はしてたから、まあどっちみち工場は入んなかったけどか。あらちょっと深いんですよ。もう少し朝出していきますよね。工場準備中、あれが出たらもう置いときゃいいんですけどね。なんか一応ね、このマス目うんぬんって話をね、教えてもらったんですけど、まだできてないな。朝出しは、そう、槍の朝出しぐらいはできるようにしたいですよね。ただまあ、工場力が一応、その深さによって変わるってのはあるんで、まあ、ある程度深く刺してもいいのかもしれないんですけどね。これは危なかったですね、正直。しかも、負けててもおかしくない。車輪じゃなくてよかったな。結局突撃してないんですよね。ワントツ入れたかったね、ここ。ワントツ入れてから乱戦すれば、なんとかっていうのは。まあ、ただ一応、ボン、部の方向を叩くと。こうやって見ると確かにバキちゃんあれか、撤退、バキちゃん撤退したばっかで、その証拠を持つかというか、どっちにバキちゃんは帰ってこれないか、最近今来てますけど、これは間に合いましたね、確かに。ここまで見てる余裕がありませんでした。兄弟の中で、誰が一番強いか分かっただろう。はい、つうわけで、まあなかなか微妙なね、まあ結構あるあるかもしれないですけどね。結構特に下の方だとあるあるなんかな、こういうのって。まあお互い、まああとで、いや、でも私の出来、こういう出来じゃないんだけどね。でもやらざるを得なかったから、でもこの判断は結果的に勝利出てたんで良かったかもしれないですけど、際どかったですよね。てか、相手の方が再起じゃなくて、増援とか、大構成とかだったら、もう完全に負けてましたよね、多分。カウンだとちょっと間に合わないですよね。シティオン計略とかシティゴ計略で結構火力出せるやつだから、宗神がお留守番の方が、でもそうすると工場力が下がっちゃうからね。悩ましいですね。はい。というわけでね、一応、まあ試合としてはちょっとね、どうかなとは思うんですけど、まあこういうのもたまにはありかな、みたいな感じですかね。で、これで一応ね、これ昇格戦だったんで、これで4周に上がりましたって感じですね。一応遊びに行くたびに1周ずつ上げてたりとかしてますが、だんだん上げづらくなるだろうね。次は全国やりに行ったら5周まで上げられるかどうか。結局10戦ぐらい。まあ他のちょっとお試しデッキ使いながらやってるから、勝てるデッキでずっとね、勝てるなっていうデッキでやってれば多分もっと早く上がれるかもしれないですけど、まあ、上に上がることが私の目的ではないですからね。あ、まあもちろんあるんですよ。覇者覇王を目指すみたいのは一応あるんで、まあそのね、警告覇王とかやってた人間としては一応そこはやりたいんですけど、まあ徐々にですね、徐々にゆっくりやっていこうかなみたいな感じです。でも一応あれですよね、これがなんて言うんでしたっけ、なんか銅、まだ銅ですらないんですよね、これね。なんか白なのかな。だから銅プレ、銀プレ、金プレみたいなね、プレート、をだんだん上げていくみたいなね。まあ、できれば欲を言えばやっぱ警告とかで頑張りたいんで、まあ普通の警告と感銘警告とかを、
まあいい形が見つかればね、自分の手に馴染む形が見つかればいいんですけど、あとはね、まだホーグが、ホーグが育成できてないから、そこなんですよね。ホーグの育成を今しながらやってるって感じですかね。うん。じゃあそんな感じでね、まあ一応4週昇格記念動画、まあこれただやっぱりこの辺だと、昇格記念動画として無料購入できるやつじゃないっぽいです。多分あれかな、多分プレートが切り替わる瞬間かな。でこの白プレートから銅プレとかになったりとか、銅プレから銀プレになって、銀プレから金プレになったりとか、あと覇者とか昇格した時のやつが昇格記念動画として多分買えそうな気はしますね。昔もそんな仕様だったかな。なんかでも昔は、いやわかんない、覚えてない、やめよう言ってもせんない話ですね。あとはちょっと朝出しだけはちょっともうちょっと練習したいなというところですかね。突撃と朝出しか、うん、課題はいっぱいありますね。あと弓サーチもね。はい、じゃあそんな感じで今回はこの辺でお疲れ様でした。次回から多分しばらく、あの前回というか先日やったリハビリ、7枚、わら対戦の動画を上げていくと思います。ではでは、お疲れ様でした。バイバイです。